熊本県宇城市にある三角西港に来ております。世界文化遺産なんですって。そうなんですか、すごい、ね、いいところですね。眺めもいいからすごい気持ちが良さそうです。一緒に釣っていただく方を呼んでおります。はい、お楽しみ。この方です。おはようございます。おはようございます。高校生の千代田理音です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。すごい眩しい若い、ありがとうございます。高校生、17歳。私もう何年前って言ったら年齢わかるけど、でも倍近くあるんですけど。ほぼダブルスコアです。半分ですよね。ほぼ釣りはよくするんですか。そうですね、親戚のおじさんとたまに行ったりします、うんうん、もう投げるところが先に好きなんですけど、魚がかかった時にビビビってなる時がなんかめっちゃワクワクします、ね、はい、します。あそこが好きです。来たみたいな、はい。先に釣った方が勝ちというシンプルなものです。え、じゃあ、はい、もう速攻どっちかが釣ったらすぐ終わりですか。ビギナーズラックがね、自分なりにいろいろ考えて頑張って釣りたいと思います。ルアー釣りは初めてということでとても緊張してるんですが、若さと元気を武器に頑張ります。若さに分かってない。あ、帰ってきた。ほら、ありがとうございます。よかった。ごめん、ですかって聞きに行こう。早く、あの早くしないと魚さんがかわいそうだから。はい、それでは行きます。はい、行きましょう。じゃあ用意スタート、はい、すごい投げるの上手。え、これってしゃくるんですか。どっちがいいだろう。私正解は分かんないんですけど、ただ巻いてくるだけ、そこに落ちてこう巻いてくるだけでも多分そのブレードがお尻についてるからくるくるすると思うんで、ちょっとこう速さ変えてみたりとか、早く巻いてみたりちょっと止めてみたりとかしてもありだし、はい、そこについて多分ちょっとこうアクションしゃくったりしても大丈夫だと思います。わかりました、ありがとうございます。これで私間違ったこと教えちゃわないかなって。今釣ったことある魚って何ですか。キス、あ、イカが釣れました。あとはカジ、あ、違いました、あのカサゴ。お、大きさはこんぐらい。ちっちゃい魚でも引きが強くないですか。だからすっごい、まあ釣ってる時はあ、大きいの来たって思うんですけど、実際は小さかったりとか、そういうの楽しいです。そうですか、初めてのルアー釣りは。え、楽しいですよ、本当に。投げるのがとっても楽しい。まだ釣れてないんですけど、投げるのが楽しいですね。目がかりしそうで怖い。ちょっとしゃくってみたりとかしたらいいのかな。投げた後、しおちゃんどういう風に釣ってますか。なんかそこまで一回私は落として見てます。そこまでか。でもどの辺に魚いるかわからないから、一番そこまで落として見る時もあるし、なんか10秒くらいちょっと待って、そこまで行く前にちょっと巻いてくる時もあるし、ちょっと探ってみてるっていう。待って、ね、やばいやばい、メガ買ったぞ、メガ買ったぞ、メガ買ってます。うわ、やったしょっぱなね、やった。大丈夫ですか。大物釣ってます。あ、本当ですか。ちぎる？どうしたらいいの？誰か取れた、
帰ってきた。よかった。どれがシャクル系なんですか？多分なんかこういう重たいのはちょっと動かしたりとかするってネットに書いてありました。わかんないことはすぐなんかネットで調べて、こういう色で釣らないときはこういう方が目立つって、いろんなのを試してみて、どの色が感触あるかみたいなのを多分探るしかない。わかりましたみたいです。ありがとうございます。あ、目がかった。わかる。でも喋ってたらね、そうなるのよ。すいません、お願いします。うわ、いけるかな。さっきの取れたの運だからな。うわ、取ってあげたい。お願いします。すいません。え、もうこれちぎるパターンですよね。ですよね。多分ここ岩っぽいですね。あ、抜けた。うわ、また、あ、いや、ま、回収できたかも。あ、帰ってきた、ほら。あ、よかった。ありがとうございます。帰ってきた。やった。ありがとうございます。よかった大丈夫そうです。はい、無事です。ありがとうございます。よかった、帰ってきた。多分もう手前だと私もさっき引っかかったので、はい、本当にちょっと奥の方からはもう巻いて返す、戻ってきた方がいいかもしれない。この辺で多分下落とすともう全部引っかかっちゃう気がします。なんかどれがいいのか分かんないので、ちょっといろいろ変えてみます。いろいろいろんなことやってみる。まずはしました。かかった。ちょっと取れるかな。取れるかな。あ、ちょっと大丈夫か。あ、あ、取れました。よかった。無事です。初めて撮りました。あ、かかった。かかっちゃった。取れる？頑張れ。結構硬い？はい。してみる。取ろっか。お願いします。すいません。と思ってる。うわ、めっちゃ硬い。岩かな。さあ、取れるのか。うわ、なんかいっぱい岩がある。あ、取れた。あ、違う。うわ、なんか釣れたよ。うわ、どうしよう。私が巻いてきたらなんか釣れちゃった。ふぐ。あ、ごめん。ごめん。ごめん。ごめん、これ返してあげればよかった。ごめん。ふぐですかね。ふぐだった。ふぐだった。ごめん。でもすごい。これすぐ割れたせばよかった。すごい。初めて。根掛かりを取ろうとしてたら引っかかってました。フグでも釣れたらいいんですよね。そう、釣り上げられたらチャンスかもしれない。釣りの残り時間があと30分となりました。はい、残り30分。いや、でもラスト7分はちょっとチャンスが来る可能性がある。
行機の時間が、はい、そうだ私帰るのえでも釣れないとなんか気持ちよく帰れない。あなんかえなんですかこれ岩え岩すごい。あでもそこ取れてるってことじゃないですかねえすごい。え待って岩釣れるとかやばい。え重っ重っ不思議がなくてよかったです。えよかったね。すごい穴に入ってる。 あいけた。ありがとうございます。いけましたよ。ちょっと手がしびれてきましたね。ここら辺が痛いです。さっき岩釣った時とか、重くてちょっとここが痛くなりました。ラストなんか魚跳ねないかな。うんとちょっとだけでもいいちょっと姿が見れた。うわさっきの落とさなきゃよかったな。あれあやっちゃった。大丈夫か。取れそうですかリオンちゃん。取れないです。それ取ってみようか。ちょっと待っててください。お願いします。風に任せてみよう。何かな無理かな。うわもう取れる気配がない。取れる気配がない。残り10分です。はい。はい。それでやっててもいいよ。大丈夫ですか。うん、いいよ。ありがとうございます。すいません。うん。あと残り時間ないから。投げた数だけチャンスが。引っこ抜こう。仕方ない。あ、無理。あ、抜いちゃった。ちぎれた。どこからちぎれた？PR？ ない。見えない全然ない。うわない。あ、ある、あるあるある。 P が生き残ってた。 P じゃないリーダーか。リーダーが。あ、あと3投ですね、はい、残り3投とさせてください。はい。ねえ、アラカブ釣ったんじゃない。シャー釣った。絶対釣った。アラカブ釣った。やばいやばい釣った。なに、アラカブじゃないこれ。え、ハタの子供だこれ。え、アラカブじゃないこれ。キジハタ。キジハタっぽいですよね。あれ、アカハタ、キジハタ、どっちですか。やった、シオンちゃん。なんだっけ、なんかの子供。え、でもアラカブってこんな顔だったっけ。え、あんなにいつも見てるのになんかの、でも柄が違うもん。なんかそこら辺の釣り。ちょっと見せに行こう。はい、行きましょう。誰か分かんない。何ですかって聞きに行こう。行こう。早くしないと魚さんがかわいそうだから。誰か。じゃ、早くしないと。すいません、これなんて魚ですか。ハタの子供ですね。と思うけど。ハタの子供。なんか。ごてですね。ありがとうございます。すいません。ハタの子供釣った場合。
今日はそのリオンちゃんと一緒にこうやってやったらいいのかなとか、私も考えるきっかけにすごいなったから楽しかった。一緒にできて楽しかったです。ルアー釣りが初めてだったので、本当最初初心者でいいのかなと思ってたんですけど、シオンさんにいろいろ教えてもらいながら、また改めて釣りの楽しさとか知れてよかったです。あんだけ強く引っ張っても糸切れないし、なんか糸の強度本当にすごいなと思って、なんかルアー選びは、ね、数選んだらいっぱいチャンスあると思うんですけど、なんか糸は本当にこれ一本で魚とつながってる一番大事な部分だから、糸選びってすごい大事なんだなって思いました。今回の私のラスト3分の奇跡、いいなと思った方はぜひチャンネル登録、そしてグッドボタン、コメントお待ちしております。よろしくお願いします。今回ありがとうございました。ありがとうございました。